香港チャンネル。だめ、おっさんらとかおばはんが多いの、ほんまに。腹の立つ。ほんま世の中ですか。世の中や。どこにて、お前。どっか地域かな、とか。いや、世の中な、もう汚い、おっさん、おばはんがようさんおるし、ほんま。あの、真面目に働いてる人がアホを見る世の中、こんな世の中でええのかな、って思うよ、ほんま。で、回ってます、そもそも。あ、回ってんのか、ね。はい、回ってます。あ、もう今のカットしとってや。ですね、ああ、東京都医師会のお話なんですけども、はいはいはい、質問が来ております。東京都医師会が、300人で大忘年会をやっていて、うん、コンパニオンも動員して、うん、かなりお金のかかった忘年会をやっていると報道があったんですが、これについてどう思いますか？去年の暮れかいな。そうですね。あ、暮れってまだあれやろ、何やかんや言うとったやろ。12月21日。じゃあ お正月は移動がどうのこうのとかな、まあ、ね、感染があって、もう、何、あの東京医師会のあの、なんとか崎やろ、なんとか崎のおっさんやろ、はい、ふざけとんな、ほんまに。なんか、流行り病は休みがないんですって言って、自分とこ、夏休みやってたやろ。やってましたね、夏休み。ふざけとるやん、なもん。あ、それコンパニオン呼んで、300人とか。300人で。で、なんか、チェロとかピアノとかも入ってたとか。そうですね、コンサートがあって。で、来賓が、小池百合子都知事。で、自民党の丸川議員、公明党の山口代表とか。うん、もう丸川さんもあかんな、元テレ朝やろ。はい、あそこがあかんのかな。でもやっぱそういうね、政治家がやっぱ呼ばれるっていうことはそんだけもう、やっぱね、あれがあるんでしょうね。オリンピックやってたからじゃんか、丸川さん。ああ、オリンピック大臣みたいな、ね。だから、小池さんもとの関係があってとか、うん、ああ、やけど、公明も行ってんの。公明の代表も行ってます、ね。何をしてんねん。いやいや、ようそんなんで、国民にどうのこうのって言えるよな。うん、ああ、全部アウト。毒づいたろか。まだだってね、5類にもなってないわけですしね。そうやろ。ほんで300人でって。で、自分らは、もういや、自分らはもうあれやろ、予防接種もちゃんとして、え、なんやかんやとか言うとるわけやろ。そうですね。言い訳ばっかりやろ。な、自分らがそうやって実験したって言うんやったらわかんで、はいはい、検証しました、うん。エビデンスのためですって言うて。それでな、あ、このぐらいの会場でこんだけ入ってても大丈夫ですからって。そのデータ取ったんかな。後日。ね、なんか陽性者出たとか、うん、取ってないねやろ、うん、この、なんとか崎っていうじじいと、ね、うん、都知事も何をしてんねんって。だから、もうみんな絶対もう、じゃあこの新型感染症がもう怖くないってみんな思ってるわけじゃないですか。そうや。思ってるわけや。ほんならそこそこのじじいやろ、うん、うん。だから、いや、金あるじじいは長生きすんねん。うん、だから、ほんま申し訳ないけど、そんなもんね、高齢者の方々、ね、ほんまに金がなかったら亡くなってまうっちゅうことや。ほんで、病院も入れてもらわれへんねん。じじいなんか、あれやろ？その金持ちのじじいは ICU とかできるっちゅうことやろ？なんやったら自分とこで、やったらええし、まあ、顔も聞いとるから。うん、そういうところやろ？もう、ほんまに、世も末じゃ。ああ。だから、ちゃんとした議員が出て、ほんで、そんな奴らを排除して、そんな奴らがもう、飯食われへんようにしてなあかんよ。ね、まあ、どの口で国民に辞職とかね、行動制限とか言ってるんやっていう。うん、だから、もっとね、デイリー新潮さんも頑張っていただきたいな、とか思うところでございます。五類に慎重な姿勢を崩さない理由っていうのも、書かれている。これあれやん、なんか記事読んでたら、和田先生、精神科医の、が、医師会も流行り病が大して怖くない病気だと分かっているのでしょう。今医師会の最大の問題は、五類に慎重なことです。医者には、応召義務があって、患者が来たら断れず、断って、医師法違反で訴える市民団体が現れたら、裁判所も対応しなければいけません。でも、二類なら、いろんなルールが課され、設備がない、人員がないという理由で患者を断れます。多くの医者は、
患者を断れなくなるのが嫌で5類にしたくないのだと私は思っていますと。もう、もう、やばいこと言われてもたな。そうですね。だからやっぱり俺らが言うてる。まあまあそうです、ね。な、5類やったらみんな見やなあかんねんて。うん、2類やったらいろんなことをな、理由に見やんでええっていうな、うん、あ、医者の都合やん。はい、うん、ほんでこれ、この、新潮さんが、はい、あ、聞いてんて、東京医師会に尋ねるとというところで、ね、尋ねました。尋ねます、ね。今回は人数を制限し、着席スタイルで開催。席の間ね、席間の、はい、距離を十分に保ち、換気にも十分に配慮しました。また、出席者全員に抗原検査で陰性を確認の上、ご来場いただくよう依頼しました。ピアノ50奏は、あ、ゆっくりと食事していただけるように実施しました。そして最後に加えた、様々なご意見があるのは承知していますが、本会として開催を決断しましたというところで、何を言うとんねんと、うん。な。もう開き直ってますね。ああ何お前着席スタイルで。でも喋ってないんかい。で、今、距離は十分取りましたって。そんなもんな、100も生じて、テレビではそういうことやってたやん。じゃあ、5類にしてええねん。そうね。じゃあ、和田先生に、これな、市民団体が、ほんまに、な、訴えられへんねや。2類やから。2類やからね、今は。言葉っても。な、はいはい、もう、ほんまに日本は、あ、小ずるいやつがいっぱいいてますわ、と。まあ、もうええわ。諦めます。え？呆れますね。呆れる。呆れませんけど、呆れるわ。ほんま、ヒットすぎる。高橋先生とライブやりますので、納得トーク、第2弾というところで、高橋陽一、香港のああでもない、こうでもないというところ、去年、高橋先生と東京の方でやらせていただいた第2弾というところで、これは日にちはですね、2月の25日、でございます。もう今ここに出てると思います、ずっとね。会場は1時15分、開演1時半、そして3時までというところで、そして配信もあります。場所はザザハウスというところ。まあ、ちっちゃい劇場なんですけども、皆さんよろしくお願いしますと、チケット前売り3000円、当日3500円、配信は1800円でございます。配信の方は、ね、ファニーチケット問い合わせダイヤル、0570、550100でございます。10時から19時まで電話で問い合わせいただいて、そして問い合わせのね、本はこちらずっと出てるでしょう。よろしくお願いします。